お父さんが残念がらずに出航となりました。ちょっと早い出航だったな。あ、うん、まあ仕方のないことだから。でもすごいタイミングよね、娘の受験年に出航になるとか。あ、違うの、かえってこのタイミングでよかったのよ。これで次第への道が完全に叩いたわね。こうなったら何としても国立大学に進学してもらわないと。ちなみに手取り収入は毎月10万円以上少なくなるらしい。年収で言うと丸100万ぐらい少なくなるらしい。チャンネル登録よろしくお願いします。何十年も毎日夜10時半に帰宅していた主人が出航してから夕方6時過ぎに帰ってくるようになりました。ただいま。早っ、ご飯を食べる前にトレーニングに行ってくるよ。また、コロマルの時代も毎日出社していた主人が出向してから頻繁に在宅勤務をするようになりました。お父さん、今日は在宅勤務だからお散歩してから仕事しようかな。出向してからの主人は生き生きしています。お給料は減ったけれど、生活は楽になったよ。お母さん、毎日夕方6時過ぎにはダラダラできなくなって、在宅勤務の日はさらに一日中ダラダラできなくなったのよ。なんかいたか。いや、何も。よかったわ、お父さんが楽になって。あ、そうそう、明日から3日連続で在宅勤務だから。お父さんが家にいれば、お母さんがお買い物に行っても娘や息子が勉強しているかの見張りができるから、よかったな。ほんと助かるわ。いいねボタン、コメント、いつもありがとうございます。